はい、おはようございます。漫画スクリプトドクター後藤です。今日はですね、じゃーん、ダヴィンチっていう雑誌、わかりますか？こちらにですね、僕のインタビュー記事も載っているんですね。今後鬼滅の刃の炭治郎くんの内面描写についてお話ししているっていうのが記事が載っているので、ぜひ読んでもらいたいなと思っているんですけど、これで今日お話ししたいのは、そこから見えてきた炭治郎くん的な、ね、魅力的な内面描写、ね、っていうのはどうやって手に入れられるのか、ちょっとこれはいいんじゃないのって思う施策を一つ発見したので、そのお話をしていこうと思っています。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて漫画作りを楽しくしていくことを応援していくチャンネルです。ぜひ画面右下のチャンネル応援ボタンお願いします。スマートフォンの場合は、下に赤いチャンネル登録ボタンがあります。お願いします。さあ、ダヴィンチさんがね、この鬼滅の刃について、炭治郎くんが結構心の声をね、アニメーションでも漫画でも喋ると思うんだけど、これっていうのはこの現代の漫画の流れにおいてどうなんですかみたいな、そういうお話をね、聞いて聞かれて、あ、これはこうだと思いますよっていうお話をしています。ぜひね、読んでみてもらいたいなと思ってます。で、北尾トロ先生っていうですね、作家の先生がですね、こう記事を書いてくれてるんですけど、めちゃめちゃ、ね、読ませる文章なんで、それも面白いいいなと思って、ね、おりますね。ぜひ皆さんも、ね、読んでみてほしいんですけど、でその北尾トロ先生がね、めちゃめちゃ面白いね、ことをやっているんですよ。これ結果ね、これちょっとね、ほんのちょっとしたネタバレをしちゃうとね、最終的にね、炭治郎くんが心の声をいっぱい喋るっていうことだったんだけど、あえてね、その全く無言のね、新年会をやってみようみたいな流れになってですね、忘年会か、無言忘年会に北尾トロ先生とね、その仲間たちがね、全く喋らないっていうですね、忘年会をやることになってるんですよね。で、これがめちゃめちゃ面白くて、これこんなことってあるんだと思って、これってでも無言ってことはすごい伝える力っていうのが、これめちゃめちゃ鍛えられるんじゃないかなと思って、ここに今ね、僕はね、ある種一つのヒントをね、見出したなという感じでした。でね、まずそうなんですよ、漫画っていうのは話を作った後にね、伝えるっていうのが必要になってくるんですよね。これがいわゆる演出っていうやつです。で、皆さん実は、ね、漫画作りのストーリーの方の作り方っていうのにすごい意識しちゃうけど、実はそうじゃなくて、それをどうやって伝えるか、小回りしていくかっていうところがめちゃめちゃ大事で、でそもそもただただもう話はいいのに伝わってないだけなんじゃないのっていうのは結構よくあることで、だからいかにして演出力をつけていくのかっていうのはすごいこれ大切だし、そして難しいことでもあるんですよね。っていうのは、その僕もネームタンクって講義もやってて、ストーリーの作り方っていうのはある程度こうやってこうやってこうなんですよっていう、こうするとパズルは組み上がるんですよっていうのはすぐ伝えられるし、それをマスターするのもそんなに時間はかからないんですけど、演出力の伝える力っていうのは本当にこう地道なこう蓄積やストックをね、手に入れていって徐々に作っていくものだったりするので、なかなかこうね、一朝一夕でできるものじゃないっていう感じなのがあって、でだからいかに日常的にどういうふうにそれを鍛えていくかっていう中で、ね、で、あ、なるほど、日常生活の中でもなんかできるんだなと思っていて、前にもね、少しね、お話ししたんですけれども、ね、すごく伸びる、ショーがあって、これコミックゼノンっていうのがやっている、漫画、あ、またこれ僕は分からなかったですが、漫画のね、ごめんなさい、サイレント漫画の賞があるんですよ、ね、一芸突破賞ではない、もう一個あった気がするんですよね。何かそのサイレント漫画で応募できる賞があって、これがめちゃめちゃ勉強になって伸びるんだっていうね、今取り組んでくれてる人っていうのも、動画見て取り組んでくれてる人っていうのも いらっしゃるんじゃないかなと思うんだけどね。っていうのはやっぱり、それはなんでね、演出力が鍛えられるかっていうと、それ鍛えられるんですけど、やっぱりね、セリフに頼らずにそこにある情報や感情を伝えるっていうのがすごく難しく、かつそれこそ効果的で、で最終的にそれでセリフっていうのはやっぱりある程度ちょっと補足するものなんだっていうことが学べるからっていうのがあるんじゃないかなと思ってます。で基本的にね、やっぱりあんまりセリフに頼らない方が漫画ってよくて、特に漫画の中って、漫画っていうのはまたこの後もお話ししようと思うんですけど、情報と感情をうまく伝えなくちゃいけないんだけど、特に感情について、感情を皆さんに伝えるときにね、あんまり喋らない方が基本伝わるんですよね。あ、すいません、ちょっとね、今電話が鳴って一瞬カットしました。例えばね、僕がね、その
お腹が空いてるという感情を表現したとしたい時に、あんまりねセリフが長い方が逆にその気持ちって伝わらないんですよね。例えばご飯食べて、あこのチャーハン美味しいなっていうのとね、一言うめえっていうのでは、多分うまいって感情を一言で言った方がより伝わると思うし、だからあんまり長いセリフじゃない方がいいし、しかもうめえぞっていう、うめえっていうセリフすらも本当はなくても伝わるかもしれない。いい演技とかができればいい顔して最高っていう顔でができたり、顔でだけないなくいいんだけどね、いろんな演技や仕草で伝えることもできるかもしれないしっていう感じで、で基本的にはだからセリフとかに頼らず伝える力っていうのがあった方がよりいろいろな伝え方っていうのを手に入れることができて、演出力が結果増していくっていうのがあって、で僕がでそれでね日常会話を全てなくした忘年会ってどうなるんだろうなと思って、これ鍛えられるよね。で僕はまずそもそもじゃあ漫画と日常会話ってどれぐらい違うかなと思った時に、でも会話っていうのは何しようとしてるかっていうと、多分何かを伝えようとしてるからね会話になったりするんじゃないかなと思っていて、もしくは多分論点っていうのがあって、何かこう話したい論点っていうのがあって、それに対してこういうねなんかこう自分の言いたいことっていうのがあって、で最後結論みたいなのが欲しいのかな。会話っていうのは例えばこの映画ってどうだったみたいな、僕は面白いと思ったよ、私はちょっと微妙だったな、多分そこでこうこうこうだからだよね、あだからこうなんだねみたいな感じで、私は面白いと思ったんだね、あだから私は微妙だったんだねみたいな結論が出るみたいな、まあ大まかに言ってねっていうことなのだとすると、でも結局自分が発信してるのっていう会話っていうのも、なんとなく私は面白いと思ったよとか、なんかこう感情を伝えたかったりするか、結果も多分でもこういうこの映画ってこことここがこういう風になってるよねみたいな情報を伝えたいか、まあ多分だけど漫画とあまり変わらず、会話の中でも自分から誰かに届けるのは情報か感情になることが多いんじゃないかなっていう、なんとなくの僕の中のこれは予想でしかないんだけど、まだあまりちょっと詳しく考えてないので、でそうだとした時に、じゃあそれを一切会話言葉ではなく伝えるってしたらね、これはすごく勉強になるんじゃないかなと思ったんですね。つまり皆さんが伝えたいこと、例えば忘年会って本当いいなと思って、忘年会って言ったらこの鍋美味しいよねみたいな気持ちをこう共感したり、鍋美味しいよねって言いたいわけじゃないですかね。でその時にそれを言葉でなくね相手に伝えようとしたら、結構な工夫がいるんじゃないかな。一つの仕草、一つの表情ね、ちょっと表情見てみたら最高みたいなことになるのかもしれないしっていう、それによってただただ日常生活を送る中で伝える手法っていうのがいろいろこう自分の中で意識的になるんじゃないかなっていう、仕草を使ったりしなくちゃいけない、ポーズを使ったりしなくちゃいけない、もしくは、他の方法も多分いろいろあると思うんだけど、何かのそうだな、何があるかな、魔法を使ってね表現するとかも多分あると思うしね、っていうことにより意識的になれるんじゃないかなと思っていて、なんかちょっとこれあれですね、仲いい人がいたら、もうこの無言忘年会っていうのはね、トロ先生は多分ねそういう文脈ではやってなかったけれども、漫画作りの伝え方としてね一個これできるんじゃないかなと思いましたね。で私そんなね無言忘年会を一緒に無言新年会をやってくれる人いないよって思うかもしれないんだけど、でもそうじゃなくても多分自分の日常生活の中でね、誰かに何か伝えるときに会話に頼るんじゃない方法を使ってみるっていう、常に意識してみるっていうのは一個あるんじゃないかなっていうふうに今回ねこの記事からこう、ね、僕は読んで思ったよっていうことをお伝えしました。さあじゃあまとめるとね、漫画っていうのはね伝える力が必要で、伝える時に情報と感情とかいろいろ伝えなくちゃいけないんだけど、基本的にはでもセリフで伝えるっていうことに頼りすぎない方が感情はよく伝わります。じゃあでも結局セリフに頼りがちなので、そうじゃない力を養うために一旦言葉を封印するね、でも言葉のない漫画に挑戦するのもいいよってお伝えしたが、でもこれは別に漫画を描くまでもなくて、日常生活の中で言葉を発さないで伝えるにはどうしたらいいんだっていうことを意識するだけでも、ね、自分の漫画っていうのは良くなるかもしれないねっていうお話でした、ね、
まとめたけど、いや、ちょっと長かったね。さあ、じゃあそんな感じです。ぜひね、ダヴィンチ読んでみてほしいなって思ってます。何かね、読んだ感想とかあったり、動画見た感想あったらツイートなどお待ちしてます。そしておまけ動画とかもね、まだおまけ動画は撮ってないんですけど、そろそろファミコンボックスとかにアップしていきたいなと思うので、ぜひよかったら見てくださいね。さあ、じゃあまた次回です。またねー。あ、あとチャンネル登録ボタンがここら辺に出てくると思うので、チャンネル登録もお願いします。ではまた次回でーす。